際これからスタジオのナチュラルライト、自然光を使っての撮影をやっていきたいと思います。今日のモデルさんは河合篠穂さんです。お願いします、はい、でライティングはこの LED のライティング等で使います。はい、さいハローボンジュール、皆さんこんにちは。ボンジュールフォトチャンネルでは写真や映像に関する番組を配信しています。皆様のお役に立てば嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を、番組が気に入られたら高評価もお願いいたします。今回は可愛いティーンズモデルを自然光と LED 光一つだけでポートレート撮影します。肌補正や衣装背景を瞬時にパーツごとに変形しないでごく自然に画像編集する優れたソフト、レタッチフォーミーを紹介します。なんと10箇所のパーツを30秒で一度に編集してくれます。モデルさんの目や口元など顔の変形なしにごく自然にポートレート画像編集をする場合には大変便利で、 Photoshop や Lightroom を使っている私ですが、このソフト実は大変気に入ってるんですね。ポートレート撮影の時には実は私はこのようにモデルさんに喋りまくって撮っているんですね。はい、モデル撮影シーンはこれで終了です。次はレタッチフォーミーにあるいくつかのパラメータを順に使って最終形にしていく手順を紹介します。ナチュラルな補正です。ぜひ最後までご覧ください。最初に元画像、画面左側に使用したツール名が流れます。この画像編集ソフトレタッチフォーミーですが、視聴者向けに 20% の割引とフリークラウドレタッチのボーナスが適用されるプロモーションコードとレタッチフォーミーのリンクはこちらです。説明欄にも記載しておきますので、関心がある方はぜひご利用お試しください。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。See you again!